ハロー、こんにちは。こんにちは。ロシア出身のモカです。よろしくお願いします。よろしく。日本食は好き？あ、大好きなんですよ。ラーメンとかめちゃくちゃ好きです。ラーメン、あー、美味しいよね。美味しいですよね。今日はなんかしゃぶしゃぶが美味しい店があって、あ、そこに行くんで、はい、実はしゃぶしゃぶは多分2回目ぐらいなんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。そんなに食べたことないですよ、今まで。楽しみ、めちゃくちゃ楽しみに。素敵な天気ですね、今日ね。今日本当に暖かくて、これちょっと暑いですよ。今日も寒いかなと思って、これ来ちゃって。ロシア人ね、ロシアンっぽいね。めっちゃロシア人ですよ、今日。ふかふかの帽子かぶれば完全にロシア人。こっちですかね。これこれ。美味しそうですね、めちゃくちゃ。何来てますね、すごいですね。しゃぶしゃぶって豚ですね。いや、牛。牛、牛、あ、よかったよかった。牛の方が好きです。あ、牛なんです。豚もね、あるんだけど、はい、基本的には牛肉のが多い。あ、そうですか。うん、あ、OK。なんでいいですね。お酒強いですか？お酒は強いかどうかわかんないけど好き、うん、好き、うん、ほぼ毎日飲んでる。おー、コンスタントに。やっぱりビールですかね。最初はビールで、うん、まあ2杯目3杯目からは焼酎とか日本酒とか。すごいです。私めちゃくちゃ熱燗好きですよ。マジで？超おもろいんだけど、それ。そう、めちゃくちゃ好きです。日本に来てから熱燗飲んでみて、はあ、すごい。しかもこの季節寒いから、この季節で最高だよね。ちょうどいい。まあ夏でも飲んでますけど。熱燗最高です。全然朝まで飲めるので。朝まで飲める。すごい。え、じゃあなんでジンジャーエール？今日はちょっとこれから仕事あるので。そうなんだ。さすがちゃった。仕事前に飲んじゃうとね。それはまずいわ。なるほどね。まずいですよ。ファッションすごい可愛いね。いや、今日なんか地味なんですよ。マジで？真っ黒で。めちゃめちゃ可愛い感じ。嬉しいです。もう好き好きの私服。そのファッション系のモデルとかやってる？あ、モデルいろいろやってます。なんかミュージックビデオだとか CM だったとか、なんかいろ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 。あ、そうなんだ。雑誌とかもやってます。そう、元々2年半アイドルやってて、で、アイドル10月、今年の10月は解散になっちゃったんだけど、で、モデルはもう3年間やってます。あ、そうなんだね。まあ、最初留学生として来たんですよ。留学生として来て原宿でスカウトされて、そこからもう芸能活動をやり始めた。あ、そうなんだ。うん、そうです。すごい朝ごはんです。まだ私まだ今日何も食べてないんですよ。あ、本当。そう、朝ごはんでしゃぶしゃぶはなかなかレア。うん、え、これって何でしょう。あの、マッシュルームみたいな。クマッシュルーム、椎茸っていう。日本に来るきっかけって何だったの？何が好きで？最初は17歳の時に日本に来て、うん、この雰囲気かな、もう普通に雰囲気、なんか東京に恋しちゃったの、本当に。で、チャーンもすごく良くて、で、人もすごくいいし、なんかみんなおしゃれだし、なんかもともと、ビジュアル系のグループが好きだったんですよ、とアニメとかももちろん、はいはい、でもそれ結構もう中学生の頃かな、見てたんですよ。で、やっぱりなんか行ってみたい、行ってみたい。あ、もともと私モスクワ出身ですよ、うん、で、やっぱりなんか大体田舎からみんななんかモスクワとか東京に来るんじゃないですか、うん、みんなが。でも私もうすでにモスクワ出身だから、どっか引っ越したい、どっか引っ越ししたいなって思って、で、必ず海外に住みたいっていう夢があったんですよ。はいはい。それで日本に。で、そう、それはなんか最初めちゃくちゃ迷ってたんですけど、あんまりヨーロッパに住みたくないなと思って。まあロシア、モスクワとそんなに変わんないよね。あんまり変わらない、うん、そうそうそう。モスクワってすごい綺麗じゃん。あの、本当ですか？建物とかさ。え、嬉しい。特に駅とかすごい、フィッチャーすごいよね。駅はね、駅はすごい、うん。あとミュージアムとかさ。そう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 。いいよね。まあ、駅はもうミュージアムミュージアムみたいな感じでしょ。そう、俺も行ったことないんだけど、写真とか見せられて、あ、すごい綺麗だな、こんなとこあるんだと思って。ぜひ来てほしいです。ぜひ案内します。で、モスクワってもうヨーロッパすごい近いからさ。めっちゃ近い。本当に2時間でなんかフランスとかまで。そうだよね。ドイツとかまで行きます。で、なんかもうあんまりなんか変わんないから。確かに。そうで、アメリカとかカナダのことも考えたことあったんですけど、でもなんか治安がめちゃくちゃ悪いから、向こうは。まあ、どうだろうね。悪い。そう、で、お母さんも反対すごく塞ぐって、お母さんに。で、まあ、でも確かに17歳で女の子一人でさ、海外旅行はちょっと怖いよね。そう、で、もう日本がすごく好きで、で、うん、日本で、めちゃくちゃ芸能界やりたかったの。そう、だから一旦行って、やっぱ日本最高ってなって、
で一旦国に戻ってきて短期大学卒業してから、うん、21歳の時、うん、もう日本に完璧かもう引っ越しした感じですね。今はもうハッピーってハッピーハッピー、ね、ハッピーでももうアイドルやめたのであそっかそっかちょっと悲しいです今さ SNS があるから自分で発信していけるし、ね、別にアイドルじゃなくても、ね、なんかね情報発信していけばいいと思うよ、ね、そう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 、うん、大丈夫ですか OK やるぜおすごいえ上手じゃないですかいやいやこれでシャブシャブってねこうやってやって、うん、これこれこれもうちょっとでいいんですか私結構あの赤みがちょっと苦手ですよでちょっと苦手ですよでもうちょっとやるかわーすごいあとはどうするこれなんですかこれはねもみじおろしって言ってあとこれはちょっとネギねネギいっぱい入れて、うん、なんかシャブシャブは本当に1回しか行ったことなくていつぶりいつぶりも多分1年半ぶりかな、うん、めっちゃくちゃもう時間経ってるしかも結構なんかしょぼい店がいいじゃちゃんとしたというかまあこういうのはねこういうのはもう豪華すぎるやばい洋服汚さないように黒だから大丈夫まあね、私いつもラーメンで食べに行くとラーメン食べに行くときには必ずなぜか白い洋服着てるいただきまーすんあ、めっちゃ美味しいはい、ご飯ありがとうございますめっちゃ美味しいなんかちょっと、なんだろうなレーモン、レーモンの味結構しますよね、うん、そうそうそう美味しい、好きですレーモンうん白菜がなかなか火が通らないので先に、はい、あのタレがさ、うん、3種類あるから、うん、そうですねいろんなそのタレで楽しめるそう、楽しめますよねすごいごま行こうよ、ごまごま行ってみたいですごま大好きですうん最高じゃあちょっといただきます、はい、ごまタレでごまタレで絶対美味しいと思いますめっちゃ美味しいやばいやばいごましか書かないですよ本当にごましか書かない知ってるね日本語美味しい知ってますいつも熱感しか書かないって言っていけるそう俺もごま大好きなんだよめっちゃ美味しい家族に、うん、あのごまソースあるじゃないですか、うんうんそういつも送ってるのねあ、そうなんだ、うん、めっちゃもうお父さんも好きすぎて 毎月は送って送ってそう、うん、お豆腐はさすが入れないですよねお豆腐はさすがそのままあ、いや入れるあ、入れます、うん、豆腐も入れるよえめっちゃ美味しいしゃぶしゃぶだお肉とかもあんまり食べないですよ、うんうちらの家庭はお母さんはあんまりお肉作ってなかったあ、そうなんだそう、だから魚か、あのサーモンとか、はいはいはい、水系の魚か、野菜料理は多かったかな、はいはい、私の家庭は、はいはいうん、で正直、なんかやっぱり日本って言えばやっぱりお寿司のイメージがめちゃくちゃ強くて、うん、魚のイメージが、うんうん、で、日本の方はそんなにお肉が大好きっていうのはショックだった私はああそうなんだ、うん、魚ばっか食べてて思ったそうそうそう魚ばっかもう寿司ばっか、まあ、そういうイメージああまあねラシのことあるじゃないですかなんかイメージなんか大きかったなんかプリンとかそうだねステレオタイプだよねそうそうそう塩麹でいこう試してみましょうそうだからなんかあれこんなに日本の方は肉食べるんだって思ってすごいなのに、まあね、なのにそんなに細いどうしてそんなに細いのありがとうございますオレンジは本当に初めてなの大根あ、え、大根大根おろしなんだけど唐辛子が入ってる唐辛子大好きぜひぜひ食べてくださいよ私一人だけ食べてるいや全然全然じゃあちょっとこれ、なんていうソースでしたっけこれは塩麹塩麹こっちうんえ、待ってめっちゃ美味しいですよちょっとゴマが負けちゃうかもよえ、最高うんでもやっぱ日本に来てからお米食べれるようになったああ。しいお米あまり食べないですよね、まあ、なんかまあポテトかパンかみたいなポテトかパンもよくしてますよねそう、うん、うん、日本のお米めっちゃ美味しい本当に日本ってどこが一番美味しいお米ですか
あの米はね、うん、有名なのは新潟とか北海道が、あ、新潟か、生産量では多いと思う。米の種類っていうのが結構いろいろあるから、はいはい、日本酒とかも米で作られてるじゃん。でも日本酒専用 の, その米とかってもあるからさ、また別なんだよね。そうそう、結構ねいろいろあるんですよ、種類が。おいしい。あ、やっぱお豆腐おいしい。椎茸、椎茸初めてかも。確かに暑いかな。ちょっと暑いかもしれない。じゃあちょっと待ちます、ちょっと待ちます。そうだね、猫舌だったらきついかもね。暑い、出てるかな、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫、大丈夫。美味しい。え、待って、めっちゃくちゃ美味しいですよ。うん、いい感じ、いい感じ、めっちゃいい感じ。日本いいですよ、なんかもう海に囲まれて、そうだね、山もあって、日本に来てすげー、そう、景色はすごく好きなの、自然、うんうん、で最近キャンプにもハマっちゃったんですよ。なんか知り合いのカメラマンさんがキャンプにハマってて、うん、で撮影で誘われたの、そのキャンプ撮影しましょう。いいね、キャンプ、俺もすごい行きたいわ。そう、で初めてキャンプ行って、すごい、しかもちゃんとしてますよ、うん、なんかお手洗いとかもあるし、なんか自販機とかもあるし、ロシアのキャンプってもうお手洗いとかなんかないんですよ、うん、普通に森の奥行ってそこで済ましてって感じ。はいはい、そう、私はお肉は10年以上ぐらい食べてないんですよ。え、そうなの。そう、だからそのキャンプ、この今年の夏はキャンプ行って、うん、でめちゃくちゃあのお肉を美味しく作ってもらったので、うん、で断りたかったんだけど、やっぱりお肉食べないけど、でもせっかく作ってくれたからなんか断りづらいじゃないですか。はいはいはい、そうだから、うん、食べますってなって、で食べてみたらめちゃくちゃ美味しくてそのカメラマンさんのおかげでまたお肉食べれるようになった。なんか美味しい。何でしたっけ、このちょっと細長いやつ。マロニー。マロニーか。マロニーちゃん。麺も結構好きなので。ラーメンも好きだしね。うん、ラーメンとかうどんとかもね、めちゃくちゃ好き。そのうん、でも豚骨ってさ、豚じゃない。で、豚あんま好きじゃないでしょ。確かに、確かに、確かに。また私それ知らなかったの。待って待って待って。嘘、待って、豚なの、豚骨。豚骨。豚の骨だから、やば。嘘でしょ、知らなかったの。知らなかった。 なんか骨がなんか2日間ぐらいなんか溶かしてるって。そうそうそう、でそれ言わないでほしかったの。いやってことは豚肉も食べれるんだよ、きっと。そうかもね。チャーシューって、ね、チャーシューは豚だよ。マジですか。マジマジ。鶏肉もあるよ。でも豚骨ラーメンに、うん、だったらもうチャーシューはもう豚。あ、豚も食べれますか。新事実発見。チャーシューめっちゃ好き。あ、そうなんだ。完全に豚肉だけどね、あれ。はい。あ、おいしい。しゃぶしゃぶめっちゃおいしい。まあ、特に冬はやっぱり温まるし。確かに、みんなやっぱり冬食べるの、うん、冬の方が多いと思う。 あと俺がやっぱり子供の頃とかは、うん、やっぱ鍋ってさ、うん、家族で食べるみたいな、うん、確かに確かに、はい、結構作るのも簡単で、肉買ってきて、うん、野菜切って、うん、でも入れるみたいな感じだから、うん、で最後に締めで、うん、あのうどん入れたりとか、うん、あ、そうか、はい、うん、ありがとうございます。あ、したけ、あ、暑かった。あ、暑い、あ、暑い、あ、暑い、暑い、うん、おいしい。どうする、どっちがいい、タレは。どれが一番好きだった？うん、やっぱ、うん、待って、ごま、こっち。お、塩麹いった。うん。じゃあもうちょっとネギいっぱいかけて。お願いします。いや、ちょっと迷うよ、急にこういう質問来ると。うん。めっちゃ美味しい。やば。最高、最高。これなんていうソースでしたっけ？これ塩麹。そう、これ最高。これも美味しい、これも美味しい。だけどこれ一番好きかも。大丈夫ですか？ラーメンってスープ飲みます？最後まで。俺は飲まない。嘘。なんかなんでみんな飲まないの？塩分が多いから健康に良くない。うん、そっか、そういうことか。うん、やっぱりさ、塩が結構入ってる。あと油。油ね。そう。だから全部飲むとちょっとあれかもしれない。なるほど。ちょっと飲むのは全然いいよ。熱いよ、熱いよ、絶対熱いよ。もう湯気が出てるから ね、出てる出てる。日本人は食べれる、うん、食べれます。嘘で
しょ。日本人めちゃくちゃ暑いの好きみたいだね。やけどしないの。なんだろうね、口の中でちょっと空気を入れながら冷ましながら食べるみたいな感じだからさ。いやーちょっとハードは高すぎる。ハードル高い。高すぎる。だって豚骨は豚？知らんかったんかい。知らなかった。それはすごいな。何だと思ったの？分かんない。なんかの骨。なんかそこまで考えてなかった。考えてなかった。そう。おーやばいなこの事実。私いつも、いや私はなんかもう豚食べれないよとかいつも言ってるんだけど。これは面白い。うん。いけそう。うん。これめっちゃ美味しい。普通にうどんだよね、これ。うどん。めっちゃくちゃいい。でこの後にあのデザート来るんで。嘘。デザートなんでしょう。わからない。わからない。こういう店だから多分日本のデザートだと思うんだけど、ね。うん。デザートはもう別腹だからね。ね、別腹。めちゃめちゃ可愛くない？このお皿。すごい。これはちょっと予想しなかったわ。いちごのプリン。いちごのプリン。プリンも日本に来てから初めて食べてみた。うん、あ、そうなんだ。そう。え、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。これ2個だけ2個だけ待って、なんかめちゃくちゃ美味しい。もういちご大好きだし、日本のいちご一番美味しいと思う。うん、最高。もう幸せすぎる。めっちゃ美味しかった。ありがとうございます。今日誘ってくれて、もうしゃぶしゃぶ好きになりました。それは良かった。もう最高の最高の一日。ありがとうございました。ちょっと YouTube も始めるんだよね。 YouTube も始めたいです。そうね、今はねライブ配信やってるのと TikTok もやってます。フォローしてくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。了解。はい、元アイドル今モデルやってます。よろしくお願いします。ありがとうね。ありがとうございます。バカバカ。